はいみなさんこんにちは数学校チの下島雄一郎ですそれでは第278回2級2次問題1こちらの解説を始めますなお、えー、この検定はですね平成27年11月14日土曜日に行われた検定でございますそれではやっていきましょうはい楽しくいきましょう、えー、選択問題ですけれども問題1はですね、えー、2次関数 の問題でございますそうすると2次関数というとやっぱり平方完成、まあ、これが出てくるんじゃないでしょうかね。ええー、実はまあ後々出てくるんですけれどもただですね範囲に注意してください範囲に注意してください。 ね、それを踏まえながらちょっとやっていきましょうはいこれ括括弧弧とありますけれどもこちらは括弧の解説をしていきます次の動画で括弧の解説をいたしますいきましょうはいえー、問題1選択ということでございます一応括括弧弧問題だけは通し、えー、で読みますいきましょう、えー、問題1選択、えー、4x+y=2x が0以上 y が0以上を満たす xy に,ついについて次の問いに答えなさいという問題でございます。括弧番 x かける y ですね。えー、xy の最大値とその時の xy の値をそれぞれ求めなさいということですね。で、括弧二番は xy の最小値とその時の xy の値を求めなさいということですね。もうズバリ最大最小っていうことがですね、まあ問題文に書かれているわけですよね。で、問題文に最大最小と書かれていますので。 じゃ完成でですすねねとということです、ね、さて、えー、やはりこれなんか X y のところにですね1、まあ、変数消去っていうところは出てくるんですけれどもその前に、えー、きちっとですね範囲がですねやはりこれ、X、が0以上っていうのと、y、が0以上っていう範囲が与えられていますのでそれはちゃんと注意していきましょう。はいそれではやっていきましょう。かっこ1番、XY、の最大値 とえー、その時の X y の時 xy 値ということでございますいきますきしょうそうそしますとまずこちらの式ですね、えー、これ y イコールに変形しましょうそうすると、えー、まず y イコール、えー、これマイナス 4x プラス2ですねはいこちらの式変形するとマイ、えー、y イコールマイナス 4x プラス2ということになります。よろしいでしょうか はいで次なんですけれどもここで範囲ですねいきましょうこちら、X、が0以上 y が0以上よりはいそうするとですねはいこの y が −4x+ にこれが0以上にならないといけませんのでそれで、X、の範囲をちょっと出していきましょうそうしますとこうなりますねはい。 もちろんここの y とここの y 同じですよねということを考えますとこうなりますねここのマイナス 4x プラス2をこちらに入れていきましょうそうしますとはい、えー、マイナス 4x プラス2がゼロ以上とはいこうなります。 で、一旦この不等式ちょっと解いていきましょう。この不等式解くとちなみにこうなります。マイナス 4X 移行しますよね。それで、えー、辺弁4で割っていきますと、そうするとこちらの不等式の解が、はい、X が2分の1以下と、はい、いうことで出てきますよね。そうすると今度は、こちらですよね。はい、この X が0以上っていう ものと x が2分の1以下これをまとめるますよねそうするとはいこの青い部分ですね、えー、よって x の定義域が0以上2分の1以下とはいこういうことが出てきますよろしいでしょうかはい、えー、こちらですねちょうど、えー、丸2番としましょうか これに ② 番で,しましょう、はい、で y イコールス4 x プラス2これ一番とちょっとおきますねはいよろしいでしょうかはい、まず範囲を出しましょうまあ x の定義機ですねこれをまず出していきますさてここでようやく xy ですねはい xy の最大最小なんですけれどもそうしますといきますよはい、えー、xy イコール はいやはりこれ y を消去ですよね。はい y がス4 x プラス2ですから、えー、丸1を使いましょうそうすると、えー、丸1よりといきましょうかはい丸1より、えー、丸1よりはい xy= イコールはいこちらは x かナス4 x プラス2ですね。えー、x

さあこれの最大最小もうこれは x の二次関数ですよね。そうするともう最大最小問題と言ったら平方完成ですね。はいもちろん微分してもいいんですけれども微分するとえー何を書かなければいけないかというと増減表を書かないといけませんのでここは平方完成でいきましょう。はいちょっと平方完成ですね、えー、せっかくどせっかくですので。 復習しながらですねやっていきましょうはいこういったタイプですね X 次乗の係数に、えー、X 乗に係数があった場合ですねマイナス4がありますねマイナス4をまず前に出しましょうかはいそうしますとちょっとレイアウト都合上こちらに書きますねはいそうしますとイコールですねはい、えー、まずマイナス4でくっていきましょうかはいマイナス4かっこ X 次乗マイナス、えー、2分の1ですね はい、こうなりますね。よろしいですか？で、そうすると、はい、平方完成は x の係数の半分ですね。そうしますと、こう持っていきます。マイナス四の中括弧とします。そしてッ、括弧 x マイナス x の係数の半分です。四分の一ですね。四分の一の二乗です。 さあそうするとこれ展開しますとマイナ +16 分の1が出てしまいますのではい16分の1はいりませんね引きましょう16分の1といった形になります。ですので平方完成する際は確認ですけれどもここの括弧の中身と。 こちらの中括弧の中身これは必ずイコール関係だということですね。そこをきちんと押さえてください。さああとはこの中括弧を外しましょう。そうしますと中括弧を外すと、はいマイナス4倍の括弧 x マイナス4分の1の事情ですね。はいマイナスマイナスですね。そうするとプラスの4分の1ということになります。 さあもうこれでですね最大値は4分の1だということはこれ分かりましたそしてその時の、X、の値も4分の1っていうことが分かりましたでさらにこの4分の1はこの丸2の条件に入ってますよね4分の1は0以上2分の1以下を満たしますので、X、の値も分かりましたじゃああとは y の値はっていうことですけれども y の値は分のここに入れればいいわけですよねそれで y の値が出てくるといった形になります。ははいあとは、えー xy の値それをちゃんと出していきましょうまあ x はもう出てますよね y の値ですね y の値を出していきましょうはいそうするとこれちょっと丸三番とおきましょうかはいこれはちょっと後ほどですね括弧にも使いますはいそうしますと丸三、えー、よりはいはい、えー、どうなるかというと、えー、そうですねこの時 xymax ですね xymax というのは最大値です x y max は四分の一ですね。まずこれが一つ答えとして出てきますよね。はい。あとはその時の、えー、x の値と y の値ですけれども、その時の x の値は四分の一ですよね。はい。これは、えー、丸2を満たすということですよね。そうすると、えー、丸2からとしましょうか。丸2よりはい、えー、x イコール四分の一の時 ね、えー、XY マックスを取るということですね、えー、4分の1の時最大値4分の1を取るということですねはいそうすると、えー、丸1丸に丸1よりですね丸1ですね丸1ですね。すみませんはい、えー、丸1よりですね丸1よりはい X イコール4分の1の時はい Y ははいこうですね、えー、マイナス4かける4分の1 プラス2ですよねそうしますとその時の y の値は1ということになりますのではいそうしますと、えー、この4分の1っていうのは、えー、ついでに言いますとこちらですね。この x イコール4分の1はもちろん丸2を満たすということですね。2OK、OK、ということですね。 まあ丸二を満たすということでございます。そうするとあとは結論を書きましょう。そうするとこれでいきましょうか。はい、えー、x イコール四分の一、そして y イコール一のとき、はい、xy マックスは、はい、え、四分の一ですね。 これが答えということになってきます。はい、よろしいでしょうか。これですね。一番下に書いてあるこちらが答えです。なります。はい、それではですね、えー、こちらの問題を振り返っていきたいと思います。えー、まずですね、これ四 x プラス y イコール二。これが与えられてますので、これを y イコールの形に持っていきましょう。はい。あとはこれ x の定義域ですね。はい。x がゼロ以上、y がゼロ以上ですので、もちろんこれこれ マイナスプラスにこれも0以上になりますでそれを解いていきますとこれ2分の1以下になりますので、X、の範囲2分の1以下ですのでこちらとこちらまとめますと、えー X、の定義域は0以上2分の1以下になってくるということになってきます。 はい、そうすると、はい、x y これの最大値ですから、やはりここも y 消去ですね。一変数にしましょう。x 掛けるマイナス 4x プラス2で、x の関数 4x 乗プラス 2x が出てきます。さあ、もう二次関数の最大最小と言ったら平方完成ですね。はい、こちらの通りになっていきます。はい、平方完成この部分ですね。赤い部分、ここは必ずイコール関係にしてください。で、あとは中括弧外しましょう。そうするとこれですね。こちらの式ですね。 x が四分の一の時、最大値四分の一を取りますよね。こちらの上にとすの関数ですからね。はい、最大値四分の一になってきます。さあ、そうすると、丸三よりも、これ最大値四分の一、これ出てきました。そして、丸一番より。x が四分の一の時は、y が。ここに四分の一代入すればいいわけですよね。そうすると、この時一になります。で、さらに、この四分の一というのは、この丸二番も満たしているということですね。丸二番、オッケーということになりますので。最終的な答えは、x が四分の一。 1Y が1の時、えー、XY の最大値まあ XY マックスは4分の1といった形になっていきますよろしいでしょうかはいそれではですね、えー、こちらの、えー、1番ですねそれから2番、えー、3番まあこちらは過去にも使いますけれどもそれを使いながらですね、えー、過去にの解説を、えー、していきたいと思いますはいそれではですねまず第278回2級2次問題1括弧1解説を終了いたしますありがとうございました